おはようございます。皆さん、昨日は心配してくださってありがとうございました。手術済んで次の朝です。私もここで寝ましたよ。臨時で、臨時ベッドで。もうこうやってね、すぐ出ようとしてね、さっきね、外からテープ貼って網戸は開かないようにしてるんですけど、これは、網戸になるまでなんですけど、あっちの奥の、ね、テープ貼ったのに出ちゃってびっくりした。もうすぐ戻ってきたからいいけど、ほんとなんで部屋にいないんだろうと思って、いやー驚かされますよ、でもすぐ戻ってきたからほんとびっくり。あーよかった、玄関から戻ってきたから。ほらこうやって開けるのよ。やめて、どうやってしつけんの？ダメだよ、ちゃんと。犬と違うから。同じ？上にノーだよ、ノー。舐めて。そう、このサークルね、作ったら暴れて、ここに顔突っ込んじゃって抜けなくなったり、ちょっと危ないので出しました。なんだか、ハプニングが。ありますね、みやちゃん。じっとしててね。みんなも心配するから、ね、みや、大丈夫ですよ。柔らかいご飯食べました。サーモン食べたよ。ちょっとお腹見せて、みやちゃん。みやちゃんのお腹ね、こんな感じ。傷、はい、ありがとう。はい、すごい驚きです。こんな感じなの。ほら、一緒に座ってる。なるちゃんよかったね。ラルフが座ってたら、ミーヤが自分からね近づいて座りましたよ。すごい嬉しい。わあ、この日を待っていたのよ。よかったね。ルルちゃんよかったね。嬉しいね。ルルちゃんよかったね。ハッピー。ちゃんよかったね。マネマネしたね。起きてまた自分から言ったね。仲いいね。